終電灯をこれにかざしてみてよ。じゃあちょっとだけだよ。わあ、色が出てきた。そう、色が浮き出る仕掛けだよ。不思議。これは木かな。あ、羊さんだ。あれ、でもこの羊さんすんごくカクカクしてる。なんかゲームのマイクラみたい。そうなんだよ、これはマインクラフトの絵が描いてあるんだ。マイクラの仕掛け、作ってみたい子はグッドボタン。用意するものはこれ。まずクリアファイルに好きな絵を描くよ。定規をこんな風に置いてから線を引くとまっすぐになるよ。わー、マイクラっぽいでしょ。色も塗り塗り、できた。そしたら黒い画用紙をクリアファイルに挟んで、白い画用紙に懐中電灯を書いてハサミで切ったら仕掛けの完成。マイクラの仕掛けでもっと冒険したい。待ってました、まだまだ続きがあるよ。わーい、やるやる。インスタグラムフォローしてね。僕たちの4コマ漫画が読めるよ。よいしょ。あれ、さっきとなんだか雰囲気違う。ここは洞窟だから周りに気をつけてね。これ全部溶岩？落ちたら大変だよ。こんなところで襲われたら、わー、ゾゾンビー！逃げます逃げます！あ、これはダイヤモンドだ。ゲームだと。うん、僕も仕掛け作った。え、やらせてやらせて。いいよ。わー、クモリンがゾンビに襲われてる。そうだね、クモリンを早く助けなきゃ。でもこんなにたくさんのゾンビどうやって倒したらいいんだろう。あ、そっか、おりゃー、サンサンクモリン特製ダイヤの剣。残りのゾンビも倒すぞ。私のお肌が綺麗だと思わない？確かにツルツルテカテカだね。そうでしょ。何かしたの？これを食べてるのよ。トマト、栄養満点だから一緒に食べましょう。じゃあいただきます。マクいらない。甘くて美味しいよ。クモリン、好き嫌いはダメよ。やだやだ、なんて酸っぱくて美味しくないもん。もう、クモリンは本当に野菜食べないんだから。私に任せてちょうだい。トマトが食べられるようになるとっておきのレシピを教えるわ。さすがつくも。トマトを食べられるようになったらご褒美に鬼滅の刃のチョコをあげるわよ。本当に？クモリン頑張れ。お野菜食べられるようになりたい子は？用意するものはこれよ。まずはトマトの上の部分を切って中身をスプーンで出すわよ。え、捨てちゃうの？後で使うから大丈夫よ。
捨てちゃっていいのに。食べ物を粗末にしちゃダメだよ。はーい。そしたら次は玉ねぎを切るわよ。細かくみじん切りにしましょうね。包丁を使うときは大人の人と一緒にね。玉ねぎが切れたら、ひき肉と玉ねぎをフライパンで炒めて、ここにさっきくり抜いたトマトの中身を入れるわよ。あー、トマトまみれになっちゃった。塩、胡椒、ケチャップ、ソースで味付けをするわ。わー、いい匂いがしてきた。味付けができたら、さっきのトマトの中にたっぷり入れて、上にチーズを乗せたら、オーブンでチーズが溶けるまで焼きましょう。焼けたわよ。むぎょー、なんか美味しそうだな。最後にブロッコリーで手と足を作って、海苔とケチャップで顔を作ったら、サンサントマトグラタンの完成。あ、僕の形になってる。これなら食べられるかもしれない。とっても美味しいから食べてみてちょうだい。クモリン、おいしい。そうでしょ。僕もパクッ。わあ、おいしい。気に入ってくれてよかったわ。ムクモ、僕トマト食べられたよ。そうね。それじゃあご褒美に鬼滅の刃のチョコをあげるわ。やったー、クモリン、よかったね。これからもちゃんと好き嫌いしないで食べるのよ。はい、食べて、僕もツルテカフェイスになっちゃいそう。そうだ、みんなも作って食べてみてね。クモリン、パッカーン。わー、体の中がぐちゃぐちゃだ。 2000X 年、世界はゾンビに支配されてしまった。しかしまだ希望を捨てず生き残っている者たちがいた。僕、サンサンだよ。クモリン、僕たちこれからどうしよう。残りの食料はこのバナナ1本だけ。僕もう我慢できない。あ、最後のバナナは僕のだ。あれ、クモリンの方が美味しそう。え、サンサン、まさかゾンビに。どうしよう、サンサンまでゾンビになったら僕。クモリン、逃げて。やだ、僕絶対諦めない。クモリン、よし、僕がサンサンを手術して元の姿に戻してあげる。え、この天才クモリンに不可能はない。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。大丈夫かな。僕の手術をグッドボタンで応援してね。手術を開始する。まずは皮膚をガクガクガクンと。失礼します。この骨邪魔だね。よし、ハサミでチョッキンチョッキン、パッカーン。これでよしと。わあ、体の中がぐちゃぐちゃだ。でも体の中をきれいにすれば、サンサンも元に戻るはず。まずは肺のバイキンを取ろう。よし、きれいになった。次はこの取れちゃってる腸をくっつけよう。ペタペタペタ、よー、うん、完璧完璧。さてさて、お次は、うん、忘れてた。
でも、あれは最後のバナナ。サンサンと遊べなくなるのは嫌だけど、サンサンを助けたら、もうバナナを食べられないの？そんなの無理！最後のバナナは絶対、僕のものだ！マリン、早く逃げて。やだ！僕絶対諦めない！そうだ、僕、サンサンに約束したんだ！僕、サンサンを助ける！心臓ゲット！急いでサンサンを助けよう！よし！古い心臓を取って、新しい心臓を入れたら、仲良しさんなんですね。忘れないように書いておきましょう。じゃあ掃除お願いします。早く終わらせよっと。そこの少年、このほうきとやらを持っているとなんだか戦いたくなってくる。こっちも負けませんよ。えいっ、やーん。私は雑巾がけをするとしましょう。そうだ。これは私の雑巾ですよ。あなたも雑巾掛けがしたいんですか？そうだ。ここは柱同士、力比べしましょう。そうだ。あ、これで二人で雑巾掛けできますね。そうだ。みんな終わったかな？炎の呼吸、2の方。水の呼吸、3の方。登り炎天リエリオンマイ、やるな少年。はぁ、もうやめて。ごめんなさい。ほうきで戦いごっこしちゃダメでしょ。あー、ほうきが壊れちゃってる。激しい戦いだったからな。先生、雑巾掛け終わりました。そうだ。雑巾も破れてる。ちょっと取り合いになっちゃったんです。そうだ。先生、わあ、猫先生が鬼になっただと。これは大変ですね。どうしよう、すごい怒ってる。これを全部直せばいいじゃないか。そうしよう。私も手伝います。そうだ。これをこうして、これで元通りですね。よし、ネプコ先生直しました。わあ、なんで血気術。物が鬼になったぞ。わあ、ここにも。どういうことでしょう。そうだ。わあ、元の場所に戻せ。下敷きで遊ぶね。ここは俺に任せろ。炎の呼吸、
義一の方。待ってください。この消しゴムと定規、よく見たら僕が前に教室に落としてなくしちゃったものなんです。この机は私が落書きしたものですね。確かにこの折れた下敷きは俺がさっきまで使っていたものだ。僕たちがこの鬼たちを作ったんじゃ。そうだ。なんと申し訳ない。辛い思いをさせてごめんね。今度はなくさないから、ちゃんと筆箱に戻してあげるね。ありがとう。次は大切に使うからな。よかった。もう机に落書きはしません。綺麗に使ってね。ふう、よかった。これでわかった。ねっこ先生、さっきはほうきを壊してごめんなさい。すまない。私も反省します。そうだ。みんなで使うもの、自分の持ち物はちゃんと大事に使いましょう。はい。そうだ。約束を守れる子はグッドボタン。じゃあ掃除の続きだね。二人とも今度は遊ばないように。俺の熱きほうきで教室のゴミを。そうだ。焼き尽くす。くのごきさん、今日のお絵かき。貸してくれてありがとう。